どうも山崎えー、っと先日ですねあのなんか面白いことが起きましたよっていう話をしたと思いますどこまで話したんだったっけなあの佐賀の鬼崎さん鬼崎さんがねなかなか面白いことやってくれたなぁと人生は喜ばせ合いだって思ってるっていう人が本当に喜ばせてくれたっていう話をしました。 えと佐賀のワークショップに参加しててくれていた鬼崎さんですね尾崎さんはえっと佐賀のワークショップの時も結構ねいろいろ面白いアイデアを出してくれてしかも実行力が相当ある人でしたね実際それ、えー、どんどん展開していくっていう人だったんでうんあ面白い人だなと思っていて、まあ、そっからの付き合いですね結構もうだから10年前なのでちょうど2012年とかに佐賀で、えー、ワークショップやってましたから。 あその50年ぐらいはですね、えー、まあメッセンジャーとかでやり取りをしたりとか、うん、とうちの事務所が10周年の時に T シャツを送ってくれたりとかいろいろやってくれた方ですねで一方で、うん、と最近になってですねあの室蘭室蘭へ行って、えー、いろいろと。 いろんなとこ連れて行ってもらってですね温泉連れてってもらったり古道具屋連れて行ってもらったりお寿司屋さん連れて行ってもらったりまあほんとに室蘭のメンバーの方々にお世話になったなとで、えー、関西に戻ってきたら室蘭メンバーの方の一人のお子さんがですね、えーまあ、僕とそれから一緒に話をしてくれた大家さんとこの二人の顔をイラストで描いてフェイスブックにアップした。 で、この写真がすごく可愛かった。そのそのイラストがですね、イラストの写真がすごく可愛かったので、いいねってたくさん押して、可愛いっすね、みたいにいい、いいっすね、特徴つかんでますね、みたいにコメントしてたら、うん、その佐賀の鬼崎さんがそこにコメントを加えてきたと、それ T シャツにできますなって言って、あれでメッセージくれて、あの画像の公開像ー版、 あの手に入れてくれませんか?」って言われて「鬼崎さん室蘭と全然何の関係もなくない?」と思いながらも鬼崎さんが言ってくれるんで楽しいからあその室蘭の方にですねその画像送ってくださいって言ったら送ってくれたのでそれ転送したわけですね鬼崎さんそれを T シャツにしてくれてその息子さん本人にまず送ったこれなんかクリスマスプレゼントのようにして送られたそれから顔が書いてある大家さんと僕 まあそれぞれれぞにも送ってくれただから鬼崎さんは、まあ、3枚ですね、えー、T シャツ作ってくれてでそれぞれに送ってくれるってことをやりましたね、えー、本当にだからまあ喜ばせ合いっいう意味では面白いことをやってくれる人だなと思ってたんですが、えー、っとそれに続きが出てきたんですよ今度はですねえー、っとその T シャツを送ってもらって 側ですね室蘭のメンバーですけれども室蘭の方が「あいやこれはちょっとありがたいじゃないか」と「でなんかちょっとお礼がしたいんだけれども諒、えー、さんの住所を教えてくれませんか?」っていう話になったので「うんとあいやいやそれは僕じゃなくてですね その鬼崎さんという方がやってくれているものなんですというふうにお話をしました。というのは、あの鬼崎さんがですねあの、クリスマスカードのようにしてで、山崎亮として送ってくれたというのがあったんですね。えー、なので、えっと、送られた側は山崎からだとみんな思ったようで、大家さんとかもあ,のありがとうって言ってきたんですけどえ、それは鬼崎さんがやってくれたことなんですと、えーまあ、いうふうに説明をするようにしていました。でそしたら あそうですか、じゃあ、鬼崎さんの住所を教えてくださいみたいなことになって、まあ、教えてくださいというかで、その T シャツを送った時に、に、えー、もうその住所が書いてありますからね、書いてありますんで、えー、室蘭の方はですね、えー、ちょっとじゃあ鬼崎さんのところに、まあ、お礼を送っときますねなんて言って、えー、メッセージが届きました。で、ああ、それはもういいことじゃないかとね、そんな、喜ばせ合いって言ってるぐらいですから。 あまあ喜ばせ合ってもらえたらすごくいいなと思っていたんですが今朝ですねその室蘭の方から僕のところにもお礼が届いちゃったんですよ僕じゃないっすよって言ってたのに僕のところにまで送ってくれちゃってですねそれが北海道室蘭の焼き鳥ってやつですねこの箱なんですけどねこの箱の中に入っていましたこれ今これはですね中身空になってます からなってますというのはもう食べちゃったからですこれですねえっとシンクパックになってチルドで送ってくれたえっと室蘭の焼き鳥がね入ってたんですよでまあ今あのまだ全部は一気に食べられないぐらいの量だったので、えっと、冷蔵庫の中にも入れてあるんですけれども炭火で焼いた焼き鳥がですね、えー、まあ伊勢ろっていうお店の焼き鳥がこの中にパーンと入って送られてくるということになってますねなってましたで えーまあ、それはちょっとびっくりしてですね「わお!」と思って僕のとこに送られてきちゃったよと思ったんですけれどもモロランの方に確認したら鬼崎さんのとこにも送ってるということで、えー、鬼崎さんのところはもうちょっと後に届くかもしれませんけれども送っていますよっていうあのそんな連絡が来ましたので。 なんか僕までこんなの送ってもらっちゃって申し訳ないなっていうね、その鬼崎さんが起点を聞かせて T シャツにして送って、で、それに対してありがとうって言って、喜ばせやよ、要は、ねあの、室蘭と佐賀でやってもらうのかと思っていたら、うん、関西にいる僕のところまでこんな、あ焼き鳥をいただいてしまいました。えー、っとですね、室蘭の焼き鳥はご存知ですかね。室蘭の焼き鳥は、あの、 じじゃないんですよ、ね、鳥じゃななないい。んんでですすよよ。ね。豚ここにも書いてあるんですけどね見えにくい見えにくいかな「日本」って書いてあって「豚肉」って書いてあるんですよここにちっちゃくね「豚肉」って室蘭の焼き鳥って豚肉ができてるんですよ鳥じゃないじゃないかっていうのはねもうみんなが言うことですね <laughs> 焼き鳥っつってんのにそれ鳥じゃなくねっていうことっていうのは結構ね あのもうネットとか調べてもやっぱりかなりそのことはよく出てますねでもなんで焼き鳥っていうのかっていうことについてはあんまりみんな知らなかったですね僕らもあの室蘭行った時にあの焼き鳥を食べさせてもらった大家さんと一緒に「うまいうまい」なんて言って食べたんだけどでところでなんでこれは豚なのに焼き豚って言わないで「焼き鳥」って言うんだいと「いや分かんないっす」みたいに大体みんな分かんないですね大体分かんないらしいです であのー、どういう経緯かみたいなことはみんな大体知ってるんですね室蘭の方々ねなんか昭和の初期の頃にですね豚のもつと野鳥などが屋台で串,し串焼きにして多く食べられていたらしくてでただあの当時ですね豚の皮を使った靴とかを作る産業も室蘭あたりで、あのー、起こってたんですかねでだからその豚というのについては結構 あの豚肉っていうのには結構慣れあのたくさんの豚肉があってで鶏よりもですねえ豚の肉の方が安く手に入るようになったということもあったみたいですね、えー、なので、えー、とその串焼きにされたあものが、まあ、そのままずっと焼き鳥焼き鳥って呼ばれているんだけど、えー、中身は豚になっていったという、まあ、そういう経緯だったということは あネットとかにも書いてありますしあの資料を送っていただいたりしても書いてありますであの普通の焼き鳥と違うというのはですね普通の焼き鳥だと鶏肉と長ネギとで七味とかつけて食べますよねで室蘭の焼き鳥はですね豚肉と玉ねぎと洋辛からしなんですってあのおでんとかにつける洋辛からしね ああいうのをつけて食べますんでそういう意味では一般的な焼き鳥とまたちょっと違う独特な食べ方にもなってるということですだからこの辺ですねなぜ豚になったのかという理由と、えー、一般的な焼き鳥と室蘭の,の焼き鳥がどう違うかということについてはとても整理がついてるわけですけれどもなんで焼き鳥って呼び続けたのかについてはあまり明快な答えはもらってないですね不思議じゃないですかだけどその あの豚肉がたくさんになったのはまあいいだろうといいだろうし豚肉の方が安くなったのもいいだろうとは思いますよで鶏肉よりも豚だねってことになったんだったらでも焼き豚とかなんかいいね豚串とかなんか名前変えればよかったんじゃないのかなとだって鳥じゃないんだからなのになぜ焼き鳥って呼び続けたのかねこのことについては室蘭の方々も全然わからないと うん、ということでしたねネット調べても明快な答えはなかったです。あのその経緯については書いてあるんだけど、えっと、呼び方を変えなかった理由については、まあ分かんない、なんとなくなんでしょうね、これはね。えー、なんとなくということで、えー、焼き鳥と今でも呼び続けている、豚肉なのに焼き鳥ということになっている。で、これが焼き鳥っていう意味では、ですね人口に対する焼き鳥屋の割合が日本一っていうのが室蘭市らしいんですよ。室蘭あの でもこれ豚だからな焼き鳥じゃない鳥じゃないからそこはうんと比較になるのかしらと思うんだけどまあでも焼き鳥って呼んでいる食べ物ですよね食べ物としてはまあうんと日本一の割合になってるということなのかもしれませんね とということで、鬼、まあ、崎さんがね、佐賀から室蘭、まあの人たちを喜ばせてくれたおかげで、えーまあ、僕にまでですね、この喜びのおすそ分けが回ってきたということで、まあ、この一連のやり取り、まあ、前回の YouTube と、ね、それか今回の、まあ、この話 YouTube の, you の,そ,のその先ですよね焼き鳥が送られてきちゃいましたみたいなこの一連の動きがすごい面白かったので、えー、これちょっと文章にしておきたいなと思いました。 でこの、まあ、動画の中でも何度も言ってることですけれども僕はあの建築系の雑誌の連載を担当してましてでこの連載は各地で食べた美味しいものを書いていくというそういう連載ですので、えー、もうそこの連載で、えー、今回の出来事ですね一連の鬼崎さんがこう送ったこととかあ僕らが小林さんと共に室蘭で、えー、講演させてもらったこととかあその後 T シャツを送り、えー、そしたら室蘭の舞台 焼き鳥が送られてきたこととかこの辺をですね一連の文章にして来月号に掲載したいというふうに思っていますそのためにねあの焼き鳥の絵も描きましたね焼き鳥描きましたなのでこの絵が掲載されて来月号に載るということになります あのこの連載はですね、えー、っと一応10年続いてますんで,で5年続けると1冊の単行本になるということになりまして「地域ごはん日記」という本になっております、えー、地域ご飯日記はもう出てるんですが、えっと、前回までの連載で10年経ったということなのでもう5年やったから「えっと、地域ごはん日記2」が出ることになりました 今、単行本化している作業中で、ちょっと僕もまだいくつかですね、初めにとか終わりにとか、あと扉の文章とかですね、いくつか書かなきゃいけないものがありますので、えー、それをこれから書きますがあ、もう1ヶ月、2ヶ月ぐらいの間にですね、地域ご飯日記2、これはタイトルどうなるのかな、一部からは地域ご飯日記おかわりっていう名前がいいんじゃないって言っていただいてるんですけれども、まあ、もういつも本のタイトルは、担当編集者が決めたものに従うと。 おーいうふうに考えてますので、まあ、担当の編集者の方があーどういう名前を付けてくるのかということによって「地域ごはん日記の」の、まあ、第2弾の名前が決まります。なので、まあ、早ければ1月中に まあ遅くとも2月ぐらいまでにはですね、えー、っと、販売されることになるんじゃないかなという気がいたします。これまでいろんなところに行って、いろいろなものを食べさせていただいた、こういうなんか喜ばせていただいたことっていうのが、あまあ、ストーリーと、それから絵ですね、自分で描いた絵と、これセットになって、えー、語られているというような本ですので、えー、もし、興味のある方がいたら是非、ぜひ、 あの書店で手に取っていいただければと思いますあの地域ごはん日記のワンの方も当然今も売ってますのでね、えー、そちらから読みたいという人はもう今あの買うことができると思いますので、えー、まずはワンの方から読んでいただければと思います今日なんかこの画面がですね僕早く動くとなんかほら線入りますよねここね入ってないかなこれこのモニターだとですねなんかさっきからずっと動くと線が入るなーって思いながら あ入るな入るななんかちょっとね、えー、入ってますがそれはモニター上の話だけなのか、えー、録画されているのは全部そういう風に入っているのかちょっと分かりませんがあのー、次回からはまたそういう線入らないようにちゃんとつな、えー、ごうと思いますので今回は許してくださいじゃあどうもありがとうございました